それではテブランの定理の例題を示していきたいと思います。ここでは回路1を考えます。この回路1には電圧源 E と電流源 I、抵抗 R1、R2 が含まれています。この回路1の等価電圧源を考えます。まず最初にステップ1として電源をすべて殺し、 インンピーダンス Z0 を求めます。この両端のインピーダンスで,ですので、Z0 は R1 プラス R2 分の r 1かける r 2という形になります。ちなみに重ね合わせの理と同様に、電源を殺すときは、電圧源は短絡除去、電流源は解放除去されています。 次に各電源ごとの開放電圧 v, v を測定します。この E を残したときの電圧 V01 は R1 プラス R2 分の R2E というふうになります。次にこちらの電流源 I を残した場合のこちらの開放電圧 V02 は R2 プラス r 2 R1 R1R2×I 分の r r かける I という形になりますそししてそそれら2つを足しますその結果としてテベナンの定理によって等価電圧源がこのように求まりますさらにこれにインピーダンスとして抵抗 r を接続した場合こちらに流れる電流 i はこのように求まります 次に例題の2です。例題の2では、電池を2つ直列接続した場合の等価電圧源を考えます。この時、電源を殺したときに、インピーダンスは Z=0.2 オームとなり、それぞれの電圧を求めて、1.5V、1.5V で、開放電圧の和は 3V というふうになります。 そしてこのような形で等価電圧源が求まります。次に電池を並列に接続した場合を考えます。この時内部インピーダンスは0.05オームであり開放電圧は 1.5V となります。このような形でテブナンの定理を用いると等価電圧源を求めることができます。 以上で説明を終わりたいと思います。